山口市の姉妹都市のパンプローナ市。スペイン北東部に位置し、人口はおよそ20万人。ナバラ自治州の州都で、政治、経済、文化の中心地です。パンプローナの名前は、ローマ時代この町を作ったポンペウスに由来します。もう一つの公用語であるバスク語名と合わせて、正式名称はパンプローナ・イルニャと言います。中世にはフランスとスペインにまたがるナバラ王国の首都として栄えました。近年フランスからピレネー山脈を越え、スペイン北西部にあるキリスト教三大聖地の一つサンティアゴ・デ・コンポステーラまでの巡礼路カミノ・デ・サンティアゴが世界遺産にも登録されて、より脚光を浴びたことから、その拠点でもあるパンプローナ市には多くの巡礼者が立ち寄ります。山口市とパンプローナ市は1980年の姉妹都市締結から交流が始まりました。翌年の2月12日から15日にかけて、姉妹都市1周年を記念して山口市民会館展示ホールにおいてパンプローナ展を開催しました。調印関係の記念品、民芸品、図書などの展示を行うとともに、文通コーナーや物産即売を行いました。最終日には在日スペイン特命全権大使ホセ・アラゴネス氏出席のもと、姉妹都市1周年記念式典を行いました。1981年姉妹都市締結1周年の記念には、堀康夫山口市長以下5名がパンプローナを訪問しました。訪問団として初めて市内の学校3校を訪問。おさば小学校児童から託された竹馬を贈りました。1982年10月13日から16日にかけ、ナバラ大学の学生楽団トゥーナの皆さんが山口市で演奏を披露するため来てくれました。締結1周年で堀市長がパンプローナを訪問した際、市民と共に歌と音楽で盛大に見送ってくれた人たちです。トゥーナとは学生の練り歩きという意味で、ヨーロッパに古くから伝わる学生の音楽グループです。スペインの伝統的な楽器を用いて山口の街を練り歩き、珍しさも相まって山口市民の熱い歓迎を受けました。1988年10月、小林兼俊市長以下市民と山口市側合わせて21名がパンプローナ市を訪問。新たな交流と友好の絆を深めました。1995年2月、姉妹都市締結15周年に合わせ、アルフレッド・ハイメ・パンプローナ市長が山口市を訪問。この時山口公園建設の依頼があり、プロジェクトが動き始めました。1997年に完成した山口公園は市民の憩いの場として親しまれています。2000年5月10日から16日にかけて、姉妹都市締結20周年を記念して、佐内市長以下23名の友好訪問団がパンプローナ市を訪問。山口公園で行われた式典に参加し、桜の苗木の記念植樹を行いました。翌年2001年には山口市での締結20周年記念式典を開催。ヨランダ・バルシナ・パンプローナ市長とミゲル・サンス・セスマ・ナバラ州政府首相が出席されました。市役所前では市職員の盛んな拍手でお出迎えです。2005年の締結25周年の式典は7月のサンフェルミン祭に合わせて行われました。武田久夫山口市議会議長や多々良浩一氏らを団長とする総勢32人の市民訪問団がパンプローナ市を訪問。パンプローナ駅ではヨランダ市長のお出迎えと、幼稚園児によるゴーシ市長夫人への花束贈呈がありました。式
典はシウダ寺で行われました。訪問団を代表いたしまして、一言ご挨拶に、姉妹都市締結25周年を共に祝うため、今から500年前に聖フランシスコ・サビエルが訪問された、遠く山口の地よりやってまいりました。記念事業として山口公園での記念植樹や日本庭園の整備管理の助言、また山口図書館に図書の贈呈をしました。ありがとうございました。サンフェルミン祭には山口県立大学水谷教授デザインの真っ赤な陣羽織で参加。サンフェルミン祭をイメージしたデザインです。背中には大きく大内美紙のマークが。サンフェルミン祭はスペイン三大祭りの一つで、毎年世界中から200万人を超える多くの観光客が訪れます。このお祭りはパンプローナ市の経済を回すと言われていて、1年の行事の中で最も重要なイベントです。文豪ヘミングウェイはこの街をこよなく愛していました。日曜日の正午、フエスタは爆発した。そう表現する以外に形容のしようがないと小説「日はまた昇る」に記しています。最大の呼び物エンシエロ牛追いは、勇気を試す若者が荒くれた牛に追われながら石畳の沿道を闘牛場まで走ります。果敢に走り鮮烈な戦いに挑む奏者。エンシエロには他の祭りでは決して味わえない迫力があります。闘牛場の正面にあるヘミングウェイの胸像は今でもこの街を静かに見守っています。広場ではエリ・キロバックというバスク伝統の力自慢の競技が行われます。翌年の2006年11月、パンプローナからファン・ルイス・サンチェス・ムニアイ副市長を団長とする8人の記念訪問団が山口に来られました。徳寺・長元の里を訪れ、国民文化祭の視察では茶や香、和服の体験など様々な日本文化に触れ、友好の絆を深めました。また市民から集められた紙芝居も贈呈しました。2010年10月、姉妹都市締結30周年を記念し、渡辺市長を団長とする訪問団21名がパンプローナ市を訪問。まずナバラ州政府での歓迎式へ。訪問団はナバラ王国時代に宮殿として使用された州庁舎へ招かれました。Señoras y señores, amigos todos, venidos desde la querida ciudad de Llamamos. Como presidente del gobierno de Navarra, les ofrezco a todos ustedes, lleno de alegría y satisfacción, esta recepción de saludo y bienvenida, de intercambio y de amistad. 続いてパンプローナ市庁舎での歓迎式が開催されました。
En este acto de bienvenida me gustaría un agradecimiento especial para el alcalde de Yamaguchi, para su invitada Watanabe, que me consta tiene una gran ilusión en profundizar en el conocimiento de la ciudad hermana. Querido Sumitada, muchas gracias por contribuir con su esfuerzo personal al desarrollo de este hermanamiento. Yolanda Barsina, 市長様をはじめとするパンプローナ市の皆様、本日は私たちの訪問団を心よくお引き受けをいただき誠にありがとうございます。5年前に市市の訪問を終えた時から市民の皆さん方から次の訪問を待ち望んでいる多くの声を耳にしておりました。私も含め訪問団一同、今日は待ちに待った日でございます。訪問団が案内されたのはパンプローナから北へ50キロのハビエル城です。サビエルはここで生まれ、パリ大学に入学する19歳までここで過ごしました。城の礼拝堂は旧サビエル記念聖堂のモデルとなりました。城の一部は博物館になっていて、サビエルゆかりの品々が展示されています。サビエルは日本に初めてキリスト教を伝えた宣教師で、イエズス会の創設に尽力しました。山口での布教活動は山口市とパンプローナ市を結びつける強い絆となりました。次の交流の会場は姉妹都市山口の名前がついた山口図書館。日本文化を伝える図書や映像を多く揃えています。以前山口スペインナバラ協会から日本の紙芝居をプレゼントしたことがきっかけとなり、山口図書館では紙芝居の読み聞かせが盛んに行われています。山口図書館へは山口ナバラの会から資料収集のための資金として500ユーロが寄付されました。そして訪問団はサンファンデラ・カデナ小学校を訪問し、エプロンシアターを披露しました。子どもたちも初めて見るエプロンシアターに目を輝かせていました。エプロンシアターも楽しんでもらうため、小道具一式もプレゼントしました。ここ、嘉手納小学校においても紙芝居は人気があり、子どもたちはオリジナル作品の創作にも意欲的です。Pues intentaremos, intentaremos que sí, que haya que buscar algún profesor o que se interese en el tema, y aprovechando que han tenido la amabilidad de regalarnos un delantal, pues aprovecharlo desde luego y hacerlo. そして30周年の公式記念式典はここシウダ寺で開催されました。シウダ寺とは要塞の意味で、1571年から1645年にかけて建造された要塞で、五稜郭、いわゆる正五角形の形をしています。スペインルネッサンス様式の軍事建築の傑作とされ、今では展覧会など文化活動に利用されています。特に15周年記念事業で行われました山口公園の建設は、パンプローナ市民の多くの方々が親しみを込めて山口を知っていただくきっかけとなったと伺っており、本市の国際交流事業の中でも画期的な事業として高く評価されているところでございます。
antes de concluir estas breves palabras, me gustaría recordar una antigua frase que dice así: no hay mejor prueba del progreso de una civilización que el progreso de la cooperación. En este sentido, espero de todo corazón que Pamplona y Yamaguchi sigamos cooperando y progresando juntas durante muchos años. Muchas gracias a todos. Arigato. 式典の締めくくりはヒガンテスの踊りです。高さ4メートルの巨人人形が軽やかに踊ります。山口公園では参加者全員で6本の桜の木を記念植樹しました。山口公園にまた新たな美しい風景が広がることでしょう。2015年11月、締結35周年の式典には渡辺市長を団長とする7名が派遣されました。記念式典や記念植樹を山口公園で行いました。山口図書館では日本の紙芝居とスペインの絵本の交換をしました。サンファンデラ・カデナ小学校に大内小学校の児童が作成した桃太郎のオリジナルの紙芝居をプレゼントしました。パンプローナ市との長年にわたる交流は市民参加のもとで進められてきました。山口公園の建設を機会に1997年に結成された山口スペインナバラ協会。これまでご紹介したさまざまな相互交流事業をはじめ、市内の小学校での紙芝居の読み聞かせやさまざまなイベントでスペインを紹介する取り組みなど、漁師の市民の友情を育む中心的な役割を担ってきました。山口スペインナバラ協会は前身の山口ナバラの会から引き続きパンプローナとの交流を市民レベルで深めています。16世紀の聖フランシスコ・サビエルと山口市民との出会いは、オラ山口スペインフェスタや日本のクリスマスは山口からなどのイベントをはじめ、東京2020大会におけるスペインのホストタウンとしての交流や、スペインの国際交流員による新たな交流活動などとして今に引き継がれています。そしてこれからの交流の主役は若い世代の皆さん方です。これからも2つの都市は友情を深めながら新たな出会いと交流を育んでいきます。